時刻は12時43分を回りました。この時間はトレタンとトレタテの情報をお届けするコーナーとなっております。レギュラーでご出演いただいております。スタジオには旅のプロデューサー清水正弘さんお越しいただいています。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか深緑、もう本当にこの新緑を思い浮かべる綺麗な色の何ですか、シャツ。これ山登り用 の、 まあ、あのシャツではあるんですけどね。あ、はい、素敵な色ですね、はい、はい、ということで今日は緑たっぷりの素敵な山の話、そうですね、今日は、はいはい、いただこうと思います。ただいま発売中の山辺野辺川海辺川辺の道80のコース、中国5県の話題がぎゅっと詰まった本の中から20ページ紹介していただこうと思います。今日は千通山についてなんですね。千、ね、はい、は船と書きます、はい、に通じる山、はい、これはどこにあるんですか。船が通じる山、まあ、その千通山をね、そういう漢字を見せたらそうなんですが、その漢字からするとちょっとその海辺に近いような、ね、ところにあるかなというふうに思われるかもしれませんが、もう全くもってですね、これは中国山脈の一番その奥深いようなところで、まあ、自治体的にはですね、島根県の奥出雲町というですねところと、あとは鳥取県の日南町ってあるんですけど、はい、そちらの県境にあるんですね。標高が1000メートルを超えますから、中国山脈の中でも結構高い山ということになりますね。でカラー写真もたくさん載っておりますけれども、まさに今見ごろなのかなという、あのとってもがパッと見はですよ、はい、ツツジの花がピンクの花がいっぱい咲いてると思いきや花が全然違うんですね。これは何という花。そうですね、ちょうどあの今このゴールデンウィークの前ぐらいからですね、うん、はい、まあ、おそらくや今日昨日ぐらいから盛りになり始めていると思われるんですが、これはカタクリという花なんですね。まあ、今おっしゃったようにそのツツジのような形はするんですが、ただこれは地面にですね本当に這うような形で咲くような小さな可憐な花ではあるんですね。色も非常に可愛いですよね。綺麗なピンクですね。そうですね、はい、これが山一面に咲いているんですか。これはですね、不思議なことっていうわけじゃないんですが、この千通山の山頂ですね、先ほども申し上げましたように標高が1000メーター結構高いんですが、うん、その山頂部分にそのこのカタクリの花の群生地があるんですね。ですから周りがですねほとんど樹木ありませんので、天気のいい時には、日本海が見えますしですね、私実はつい、5日ほど前にこの山に上がってたんですが、はい、天気が良くてですね、鳥取県の大山からですね、それから島根県の三瓶山というですね、はい、この国引き神話に関係する2つの山がですね、うん、ちょうどその中間点にあたるようなところなんでですね、はい、非常に綺麗にですね見えておりましたし、で見えるということはその山頂部が樹林帯がないんですよ、なので、太陽がさんさんとですね天気のいい時に当たって、その太陽が当たることによってこのカタクリの花がですね、このゴールデンウィークぐらいになってくると咲き誇るっていう感じになるわけですね。このピンクの咲き誇る群生の花を見たいと思えば、ね、1000メートルも頑張って登ってみようかなと思いますけれど、と思っちゃいますが、実はですね、よくできているもんでですね、はい、この、島根県側から並びに鳥取県側から両サイドから、登山ルートあるんですけれど、はい、双方ともですね車で上がっていく登山口っていうところが標高がですね700メートルくらいあるんですよ。ですから、1100メーターぐらいあるんですが、1100メーターから登山口の700メーターをマイナスするとだいたい400メーターぐらいの標高差になるわけですね。400メーターって言ったらですね、実は宮島の御船というのが海抜が550メーターぐらいですから、宮島の御船を登るよりかもうちょっとは楽に登れるぐらいのような感じです。標高が高い割には標高差ですね、標高差がそんなにないので、意外と初心者って言ったら非常に大きなゾーンになってしまいますが、はい、そんなに山歩きに慣れてらっしゃらない方でも、ゆっくりと登って2時間もあればですね、2時間、その車を降りたところからですね、登っていけますし、それから島根県側の奥出雲町から上がればですね、2つのルートがあるんですが、1つのルートにはですね、ちょっと小さめの滝があってですね、
その滝にはいわゆるあの我々、広島県に住んでいる人間は秋口になると神楽がありますね。ははその神楽の縁台の中で有名なのはヤマタノオロチっていう大蛇、大蛇ですね、ええ、そのヤマタノオロチ大蛇が住んでいたと言われるですね、鳥神の滝っていうのがこの千通山の、北側の島根県側の登山ルート沿いにあるんですよ。ですからこの山はあの神話と伝説に彩られているような山でもあるんですね。滝の写真も載っておりますけど、はい、とってもなんか神秘的な、そうですね、オロチが水を飲みに来そうな、ね、そんなこう大自然の中のもういかにもザ滝ですね。そうですね、うん、いわゆる、まあ、そのご存知だと思いますけど、ヤマタノオロチっていうのは昔あの一説にはですね、はい、島根県を流れているヒーカーという川があってですね、その川が昔から氾濫する暴れ川だったと言われるんですね。その暴れ川の川を、まあ、ヤマタノオロチに例えたと言われているんですが、このヒーカーの源流がこの千通山という山なんですね。そういうことなんですね。ですから、まあ、言ってみたら暴れ川の一番奥をたどっていくといわゆるヤマタノオロチが住んでいたところに鳥神の滝に行き当たるっていう感じになるわけですね。ここがまずは原点なわけですね。そうですね。なんかこういろんな神話がたっぷりの場所ではありますね。そうですね、パワースポット的な感じもしますし、この千通山に至るアプローチ道沿いはですね、はい、その奥出雲町というところがあって、うん、それこそあのタタラって言ってですね、その砂鉄からの鉄を作る昔ながらの、まあ、古代の製鉄法があるんですけど、そこの本拠地のようなところが、このアプローチ沿いに島根県の横田町なんていうところがあったりですとかね、それから日本刀剣美術保存協会っていうところの昔ながらの日本で唯一作ってるそのタタラの工房がですね、アプローチ沿いにあったりするんですよ。ですからなかなかこの千通山、広島県の人が島根県側から登るとしたら、登るだけじゃなくてそのアプローチ道沿いのいろんなところをですね、楽しめるっていう、そういうところでもありますね。なんか写真、これも写真があるんですけど、寝そべってらっしゃる方も、そうです、もうおられますね。一番最初に申し上げてましたように頂上付近がですね、全然その樹林帯がないんですよ。ですからその天気が良ければとてつもなく快適な空間になるわけですね。もうなんか自然よ来いみたいな感じですね、はい、そうですね、やっぱり標高1000メーターを超えるようなところで眺めが良くてですね、日本海大山三瓶山というですね、そういうようなものを一望のもとに見ながらですね、ちょっとその大地に背中をつけて、昼寝をしてみるみたいなのも、はい、楽しみの一つかもしれませんね。憧れますね。広島からまずルート的には車で、そうですね、車でまずは庄原市の奥の方にですね、オロチループっていうのをご存知ですかね。わかんないです。ぐるぐるぐるとですね、あるんですね、レオさん知ってます、巻いてる、まあ、いわゆる、まあ、言ってみたら、まあ、庄原市が一番広島県の中で一番北東部ぐらいに当たるんですね。まず中国道を使って庄原インターまで行ってですね、そこから地道で、はい、島根県の方の奥出雲の方に、まあ、山越えしていくわけですね、はい、そうすると山越えすると先ほど申し上げた島根県の横田っていうですね、町の方に行きます、はい、そこから日井川の源流に沿ってですね、千通山まで。ですからどうでしょう、アプローチにしてみたらやっぱり3時間弱ぐらいはかかると思いますから、日帰りだったらちょっと朝早くご出発された方がいいと思うんですが、ただ登山口が標高が高いのでですね、片道が、上りが約2時間弱ぐらい、まあ、下りはもうほとんどそうですね、1時間ぐらいでさっと帰ってこれますからですね、まあ、日帰りは可能です、広島からですね。あ、そうですか、はい、じゃあお弁当を持って早めに家を出発して、そうですね、お弁当を持たれて行ってもいいですし、ちょっと時間をずらしてですね、その千通山の山のふもとの奥出雲町というところはお蕎麦が有名なところですから、手打ち蕎麦の有名なところも何軒か点在してたりとかしますから、ちょっと遅めのですねお昼を取られるとかですね、そういう組み合わせもできるかもしれませんね。いろんな楽しみ方がありますよね、うん、さあこの新緑の季節、そしてですね今が見ごろとなっております片栗、片栗粉の片栗なんですよね、はい、片栗のとっても綺麗なお花を見に行ってみてはいかがでしょうか。島根県にあたりますけれども千通山、20ページ紹介していただきました。今日は中国5県、山辺、野辺、海辺、
カバーベへの道80のコースの中から20ページ紹介でございました。また来月もお待ちしております。こちらこそ、はい、どこかに今から行かれるんですか。はい、いやいや今日はそうなんですか、行かないんですけどちょっと明日からですね、山へ行きますが、いいな、はい、分かりました。また素敵なスポットを教えてください、はい、旅のプロデューサー清水正弘さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。